漂着した海洋プラスチックごみのポリタンクから再生された買い物かごが、今日からイオンモール福津に設置され、利用が始まりました。イオンモール福津で行われた式典には、宗像市の伊豆市長、イオン九州の柴田社長らが出席しました。宗像市が沖ノ島の世界遺産登録5周年を記念して始めたセーフ・ザ・シープロジェクトでは、地元の自然と環境を保全するため海の清掃活動が行われました。宗像市は民間企業と協力し、清掃活動で回収されたポリタンクからリサイクルした再生樹脂を使い、3200個の買い物かごが完成し、今日からイオンモール福津店に設置されています。関係者は、一つ一つの行動が美しい宗像の海を守ることにつながればと話していました。